ってさ、あれ、うん、このうち優しそうだなって思ってさ、来た。お腹にね、こうやってね、ママがご飯食べてね、気づいてない時にこうやってピーンと入ってきた。そうだ、ママのお腹入ってきたん。じゃあなんでママとパパのとこ選んでくれたん？だってさ、あれ、優しそうなお家の人が全然いなかったから。ちょっと待って、ひーちゃん。歯見せて。もう、抜けそうなんだけど、これ。痛い。でもさ、後ろ生えてるよね、ひーちゃん。もう取れてるじゃん、ひーちゃん。ちょっと待って待って。今日寝てる時に取れちゃう、それ。ちょっと待って、よくお肉平気だったね。だってね、こっちの歯で噛んでたから。うん。かああ、そうなんだ。ぐらぐらしてないところで通ったからね、痛くなかった。だって明日さ、幼稚園で取れたらさ、なくなっちゃうじゃん。今取っちゃうよ。貸してくれ。ひーちゃんの歯でネックレス作るから、その歯ちょうだい。ちなみにこれはお兄ちゃんの抜けた歯全部です。結構保存しています。ひーちゃんもこれから抜けてく歯を瓶詰めしたいと思います。あとこちらが何かというと、うちのモコの歯です。